さあでは行きましょう、うん、で最後ねラスト、まあ、つい先月の話なんでねたくさん記憶にも残ってるんですけど、はい、3月ね3月、まあ、3月は、湯沢の小学校も全国同様ね3月の4日から休校に入ったので、うん、あのタイミングから学校に通えなくなるっていうね事態になりました。で2ヶ月間小学校通って、うん、学校にも慣れて、うん、友達もできてっていうところで残り1ヶ月最後までね、うん、楽しんでもらいたいって思ってる矢先に学校がね終わっちゃうっていう事態がこれは本当に予測してなかったし、うん、子どもたちにとってもねすごく残念だったな。そうだね、うん、せっかく仲いい友達もでき始めてたんだけど、ね、もう急に修了式もなくパスンって終わっちゃったから、うん、それだけが残念。そうだね、まあ、誰が悪いってことではなくて仕方がなかったんだけども、まあ、そこをね最後まで完了できなかったのはね、すごく残念ではありましたが、はい、まあ、だけにまた来年も絶対に戻ってやるぞという気持ちも芽生えたし、うんうん、それに学校の先生がさ最後さ荷物を取り行った時にこの教科書とか道具はどうされますか持って帰ります、うんうん、って聞かれたからん持って帰らない以外の選択肢はあるんですかって聞いたらうん来年も戻ってくると思ってますので学校で預かっててもいいですよってそうそうそう言ってもらえたのがあれが嬉しかったよね。じゃあお願いしますって言ったもんね、うん、もう心置きなく置いてきたからねそうそうだって来年もね戻るつもりでいるからさ、うん、なんかそういうふうに言っていただけたことはすごく最後救われたっていうか嬉しかったよね。ありがとうございました。ありがとうございました。あと今回結構ほら休校決まったのさ、うん、急だったじゃない。そうだね。なんだけど、うん、子どもたちが学校行った最終日の日になんかね持って帰ってきたのよ、うん、それは小鳥も葵もクラスごとに全員で撮った写真の裏にみんなからメッセージが書いてあったじゃん。あったね。そう時間がなくてさ先生もさバタバタの中で、うん、なんかそういうのを用意してくれたってことが、うんすごい嬉しかった、ね、たくさんのメッセージ、うん、また来年も来てねっていうのも多かったしね。そうそうそう、うん、まあ、本当に予測せぬ事態ではありましたけども逆にまあ来年本当にもう一回戻るぞっていう意欲にもなったので、うんまあ、ここは仕方ないとしてそしてまあ休校が始まったと同時に24時間家族4人で過ごすっていうね今まで人生で経験したことのない時間が始まりまして、はいまあ、その中で僕たちもまあ、すっかり3月はね仕事も飛んじゃって暇だったから、うん、子どもたちと一緒に 朝からね学習するっていうことができたので、うん、今もそれをね継続してできているから、うん、あのあたりからこの外出制限をする生活のこう練習というかアイドリングもできていたので、うん、今にねスマートにシフトできたのもあの時の生活があったおかげかなというのもあるかな、うんうん、あとはまあ学校の課題以外にせっかくね時間ができたからじゃあ学校でできない勉強しようって言って YouTube で学校で教えてくれないお金の勉強とかあとは地球温暖化とかね、そう環境問題の授業をやったりとかそれからインターネットリテラシーに関する授業をやったりいじめが生まれる構図とかねなんかそういったあまり踏み込みにくいところの授業をいわゆる YouTube に上がってるコンテンツを使って家族全員でそういうところを改めて学習できたっていうねああいう時間ができたのも、うん、すごく良かった良かったね、うんまあ、そんなこんなですごく充実した時間を過ごせたのとこれまたね湯沢に住んだ本当に大きな大きなメリットで、まあ、結局僕ら平日もスキーにね連れてったんだよね、うん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 、雪が降った日は、うん、そういうことができて、まあ、すごくね、リフレッシュできていたので全くストレスをね抱えることなく残りの湯沢ライフも過ごせたっていうのもやっぱり湯沢でよかったっていう一つだよね、うん、で特にさ神楽によく行ってたじゃない、うん、でその時に YouTube でもさ神楽のパウダーの映像をさいっぱい編集して流してたでしょ、うん、だからね行くたんびにさ、うん、いろんな人たちに YouTube 見てますとかって言って声かけられてたよね。本当だね、うん、2月の後半ぐらいからその動きが顕著に始まったんだけども、うん、そうそうそう、もう行くスキー場すべてで
必ず1人か2人声かけられるようになって、うんうん、最後は1日で5人とか6人とかね、うんうん、あの声かけていただけるぐらい、うん、僕ら家族の認知度がすごく上がったっていうのも3月のすごく大きな変化と思い出、うん、そうだね、うん、でその中で、うん、さらにインスタグラムの方にメッセージが来て、うん、今マンションにいらっしゃいますかと、うん、よかったらお届けしたいものがあるので、うん、伺ってもいいですかっていうふうに地元の方から連絡が来たので、うん、そうそうそう、あ、じゃあぜひって言ってお会いしたら、うん、あの越後湯沢の駅前の、うん、老舗の蕎麦屋さんのね、おかみさんだったんですよ、うん、でこんな断頭小説、それからこういうコロナの事態ですごく沈み切ったユーザーだったんだけども、こんなに楽しそうにたくさん PR してくれて感謝してます、ありがとうございますって言って、うんうんうん、そこのご実家で栽培されているコシヒカリをねプレゼントしてもらって、 そんな出会いが生まれたりして、うん、でプラス不動産屋さんにもね、うん、最後の日に地元で金賞を取ったっていうね、苗場さんっていう日本酒をね、うん、またプレゼントしていただいたり、そう、お土産にもらってね、うん、そういった地元の方たちから、うん、なんかちょっと感謝をしていただけるっていうことがね、生まれたのもまたこれ3月の出来事だったよね。なんかその湯沢の暮らしだったり、うん、リゾートマンションのこういいところだったり、うん、なんかそういう PR をねたくさんしてくれて、うんうん、しかもまあ勝手にやってるわけだけど、うん、ものすごい勝手にやってたんだけどね、うん、でもね、思いのほかなんかそれがこういろんな人たちにすごく広がってて、そうだね、なんか地元でもすっかり有名ななんか湯沢の広告塔みたいみたいに、あの驚いたのはスナックでカラオケで大熱唱してたらユーチューバーさんですよねって声かけられたりとか、隣の六日町っていうところのスーパーでも、うん、YouTube 見てるよって声かけられたりとか、 その活動はね、あのすごく広く知られていくっていうところに分かってきたのも3月だったのかな。そうだね、うん、そういった形で人とのつながりがさらにまたね、たくさん増えた月でもありましたと。たった3ヶ月間っていう短い期間ではあったけども、うん、そういう地元の方々との交流を作れて、うん、そういった思い出が作れたっていうことがね、すごく良かった3月だった。そうだ ね最後あのうちらが出発する前の日には、うん、その地元のファミリーとかがこう、ね、家族いくつか呼んで、うん、企画してくれてね、バーベキューパーティーをね、うん、素敵な企画をやってくれて、本当にあんなことしてもらっちゃったら余計帰りたくなくなっちゃうってね本当にね、後ろ髪を引かれる思いではありましたけども、うん、まあでもそれぐらいこう深い交流が作れたっていうのも、うん、すごく良かったなと。やっぱりこういう自分たちを PR する活動をして入っていったからならではの関係人口の作り方だったんじゃないかなっていう ね今改めてそう思う、うんうん、だから本当に SNS とか YouTube とかブログとか、うんうん、そういうのを使って積極的にこう自分たちのライフスタイルを発信してたことが、いろんな人の目に留まって知ってもらうことができて、そこで関係人口をたくさん作ることができたから、すごくその SNS の影響ってやっぱり大きかったよね。大きかったね、本当にやってよかったよね、うんうんうん、で、まあ、これ最後にね、まあ、こういうふうに僕たちみたいな住民票を移さないで移住するっていうイレギュラーな形を受け入れてくれて、うん、でそれをさ一番サポートしてくれたのが湯沢町の町役場だったわけよ、うんうん、というわけで、まあ、小鳥の発案でもあったんだけどさ、うん、町長に感謝状を渡そうっていうことになって、うんうんうん、で最後の日に湯沢町の町長に我々家族から、まあ、特に子どもたちから感謝状を送らせてもらうっていう、そんな時間も作らせてもらって、まあ、その時にもね町長からたくさんお話を聞いたんだけども、うん、その中でどういうこと言われたんだっけ。町長はね実は結構うちらの YouTube を見てくれて、そうだね、すごい細かいとこまで知っててくれたんだけど、うん、湯沢はもともとやっぱり移住促進をすごく進めているから、うん、大々的に広告とかはすごく打ってたんだけれども、うん、あのやっぱりそこはイメージ性戦略こう大枠の部分で、うんうんうん、じゃあ実際に湯沢に住んでみた時に、うん、そこでどんなライフスタイルがあるの、どんな生活があるの、どんな毎日があるの、子どもたちはどんな感じなのっていうところが、うん、うちらが勝手に発信してたその YouTube なり SNS で、うん、すごくその等身大の生活者目線での発信ができてたから、うん、多分そこが湯沢町にとっては今こう欲しい部分、うん
PR だったと思うんだよね。なるほどね。だからそこにすごく感謝をしていただいて、うん、ぜひもうなんか、ね、逆に湯沢町から感謝状を出さなきゃいけないぐらいだって言われてるぐらい、ね、もうぜひ来年も来てくださいっていう風なありがたいね、うん、そうそうそう、お言葉をいただけてね、うん、もう湯沢町は待ってますからって言ってくれたので、まあ間違いなく僕たちは来シーズンも戻ります、うん、町全体として僕たちを受け入れてくれるっていう風な体制になってくれたので、うん、ぜひねまた来年も戻りたいなという思いが強くなって最後出ることができた ね、はい、ね、うん、じゃあね最後ね、うん、この3ヶ月の湯沢ライフまとめのお話をしようかと思うんだけども、まずね俺としてね今回お試し移住、まあ、僕たちはトライアル移住っていう言い方をしたんだけども、うん、まずは体験してみないと分かんないよねっていうところから今回の始まったんだけど、うん、今回のユーザー生活僕にとってはこのね3ヶ月間っていう長さ期間がね、うんうんうん、すごくちょうど良かった、うん、っていうのは、ね、ちょうどね飽きてきた、これ正直なところね、うんうん、これなんで飽きてきたかっていうと、ユーザー町がどんどん好きになるのと並行して、うん、今のここ千葉のね、うん、今住んでるこの町も、うん、俺すげえ好きなんだなってことが両方気づいてきたんだよね、うん、だから、うん、だんだんねちょっと帰りたいなって気持ちが生まれてきたの。なるほど、うんうん、そういう意味で秋田っていうのは3ヶ月ぐらいがちょうどいい期間だったっていうことね、うんうんうん、ちょうどこっちが恋しくなってきて、うん、でそのタイミングで戻れるっていう、うん、終わりが見えていたっていうのもあって、まずそういう意味での3ヶ月間、それから実際に移住っていうのを検討するにあたっても、うん、1週間や2週間それから1ヶ月ぐらいのステイでは、うん、やっぱりねその町で暮らすっていうところまでの感覚は得られないんだよね。実際1月の段階では俺たちの中にはそこまでは思いがけてなかった、うん、で2ヶ月目に住んで地域の人たちとの交流が増えていって、そうそうそう、うん、3ヶ月目でそれが全部ミックスしてさ、うん、より実生活に近い形を作ることができたんでね、うんうんうん、なので、うん、移住先を探している人たちにとっては、うん、絶対この3ヶ月ぐらいのスパンで1回住んでみるっていう経験ができるってことは、うん、非常に大事なんだなってことに気づいた、うん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 、それがベストな長さ、そうだね、でその時に僕のように今住んでる町に対しての気持ちも改めて気づいたりとかすることができるので、その上でどうするべきかっていうことを判断できるのにはすごくいい期間なんじゃないかなと思いまして、そこで僕のまとめ、俺はねやはりね移住はしない、この期間限定の2拠点生活が今僕がやりたい一番のライフスタイルだってことに気づいた、つまり子育てっていう面でもそうだね、うん、こっちでの子育てとそれから湯沢町での子育て、この両方を繰り返すっていうライフスタイルを続けたい、これが俺が出た結果。あの夜のね、あのネオン、ネオンが欲しい、アメ横 の、 あの人との濃厚接触な飲み会ああいう人とのつながりがある生活と、そうなんだよ、そういうのがないけど、うん、その代わり趣味を最大限に活かせる生活っていうその両極端が1年の中で2つあることですごく自分のバランスがちょうどいいんだよね、すごくライフワークバランスあとまあサーフィンもねしたいし ね、 そ う、 ね、そういうのも加味して、うん、やはり湯沢町に移住するのではなくて、その季節限定ではあるけどもそこにいたい、うん、けど今の千葉の生活と2つを実現するのが、うん、今これが俺が求めている理想のライフスタイルであるというところが確定したっていうのが今回の3ヶ月間のトライだったかなっていうふうにね、うん、思います、うん、スミさんは、ね、私が感じたのは、うん、まあね、こうやって2拠点生活って初めてやってみたけど、うん、やっぱり住む場所を変えるっていうことはすごく大きな影響があるなと思って、うんうんうん、でもちろん子どもたちの学校も変わるし、うん、で自分たちの暮らしも変わるし、うん、生活も変わるし、見るもの聞くもの全てが変わる、人も変わるしね、そう付き合う人も変わるから、うん、なんかそういうことをすることによってこう大切なものにも気づけるし、うん、逆にこっちの生活のこういう部分が良かったなっていうところにも気づけるし、うん、
なんか本当にやってみないと分かんないことってすごいたくさんあったね、気づいたことがたくさんあったね、で、うん、今回私たちがやってみて移住じゃないな、2拠点生活だなって答えが出たのと一緒で、うん、移住がベストな人もいる、うん、もう自分たちは田舎で一年中暮らす方がいいって人もいるし、うん、じゃ あの季節ごとの2拠点がベストって答えもあるし、うん、いや週末だけ通えればいいっていう人たちもいるから、うん、その人たちはどういうライフスタイルが合うのかなっていうのはまずはやってみて答えを出すっていうのが、うんうん、実践してみないとね、そうやっぱり分かんないよね。あとはその実際自分が住んだ時に、うん、この場所に一生住まうんだっていう常識っていうのはもう今本当に取り外してよくってそうね、うん、そこに気づいたね。やっぱ一番はそこだね。そうだね、うん、まだの残りの家のローンを払うべきか否かっていうところまで俺は考えが及んでいるそうだね、うん、こんなに住む環境を変えることで自分の人生がこう豊かになるんだったら、うん、ね、多拠点とか2拠点とかさ、あとお試し移住とか、うん、そうやって住む場所を整える環境ってのもできつつあるし、うん、あとはその仕事の面とかに関しても、うん、リモートワークで、ね、遠くにいながらも仕事ができるっていうのが今回のでさ気づいた人も多いと思うし、うん、あと学校だってさ住民票つさないで通えるっていうのも今回うちらも知ったから、ね、うん、なんか意外とできるんだなっていうのが分かったから、うん、だからそこはもうどんどん常識にとらわれずに、うん、まずはやってみちゃいな、挑戦してみた方がいいよね。そう、うん、首都一極集中からさ、うん、もっとさ地方分散化へっていう政府もそういうさ対策、うん、施策をやってると思うんだけども、うんうんうん、まあ、この、コロナのこの状況が明けた先、うんうん、もうみんながテレワークをして今働いているから、うんうん、首都圏に住まわなくたって仕事ができるんだっていうことを知った時に、うんうん、みんな改めてどこに拠点を置くべきなんだろう、うん、どこに住まうべきなんだろうってところを考えるきっかけが増えると思うんだよね。だからあえてこのなんか満員電車に乗って密集した都会で暮らす理由って何なんだろうっていうのが、うん、多分みんな考えるきっかけになったと思うし、うん、やっぱ家族の時間って大事だなとか、そうだね、仕事よりもなんかこう守るべきものってあるんだなとか、うん、いろんなことにねやっぱ気づくきっかけにもなってるから、まあ、そういう意味で僕たち家族がまずね実践してみたので、うん、もし興味持ってもらえたら過去動画にね、うん、やっぱりそのユーザーの2拠点生活、うん、ユーザー暮らしのメリットを話している動画があるので、うん、そういうのを見てもらって、うんうん、一つ、まあ雪国、うん、それからユーザー町っていう場所も、うん、検討してみてもらえたらいいかなって、そういうために僕たちもずっと動画を作り続けてきたわけなので、うんうんうん、そうだね。あと、うん、なんかそういうことをやってみたいって人たちのために自分たちが経験してきたことを、うん、なんかねアドバイスしたりとか、そうね、うん、できるブログとかでねやってるので、うん、ぜひ見てもらえたらなっていう、うん、そして、この状況から打破した時にそれぞれが動き出せるような、うんうん、動き出すための情報源としてね、うん、うまく活用してもらえたらいいなっていうふうに思います、うんうんうん、では妻、はい、最後にこの湯沢二拠点生活振り返りまして一言で表すと何でしょうか。一言で表すと、うん、だらだら喋るんだよ一言でバシンと決めるんだよ。バシンと、うん、あなたにとって湯沢二拠点生活とはいかがでしたでしょうか。ともかくやってよかったし、うん、来年もぜひ実現したいから、そのために今何ができるかを考える、うん、あとは絶対やったもの勝ち、やったもん勝ち、やったもん勝ち、気づいたもん勝ち、うん、そうだね、そう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 、うん、なんかね、うん、先のことを考えるより今やりたいことを今やって、うん、でそれを積み重ねていった方がいいなって思った、うん、そうだね、うん、やってみないとね、うん、本当に味見してみないと分かんないことはたくさんあったからね。あ、やったもん勝ち、うん、いい一言ですね、うん、私はですね私はですねこの一言に尽きます。人生は上々だ。妻が言ったね、今やったもん勝ちと一緒で、俺人生楽しんだもん勝ちっていうキーワードをずっと、まあ、うんうんうん、発信し続けて、ハッシュタグにしてるぐらいずっとこれを発信してるんだけども、うん、本当に人生楽しんだもん勝ちになるためにはそのアクションを起こさなくちゃいけなくて、うん、でやっぱそこをビビってさ、なかなかできない世代でもあるわけよ、俺たち45歳とか46歳この辺りの
ね、世代って、ね、守るものがいろいろあるから、ね、うん、けどやらないでやらなかったことによる損失は大きいんだろうなと思った時、やっちゃってみた俺たち振り返って一言だからこの言葉なんですよ、うん、人生は上々だ、うん、実際これがさ成功だったか失敗だったかっていう話になるとまだ分かんねえんだよ実は、うん、必ずしも成功したのかっていうとまだ課題もたくさんあるからさ、あ、まあね、うん、けどさ俺たちが求めていたものはそこにあったじゃない、うん、それに気づくことができたじゃん、それ以上のものが、それ以上のものが、人生楽しんだもん勝ち、やったもん勝ち、そしてどう転んだって人生は上々なんだよ、上々にするかしないかは全て自分次第だからさ、うんうん、なんかね私のブログに全然知らない人からコメントがあったんだけど、うん、その人もやっぱり二拠点生活をしたいって思ってて、うん、私たちより若い世代の人で、ね、うん、30代かな、うん、なんだけど、こうやって先輩たちがやった姿を見せてくれることで自分たちも後に続けます、ありがとうございますってメッセージが入ってた。そんな素敵なメッセージがあったの？そう、それはさ、うん、まさに俺たちがさやりたかったことじゃない、うん、僕ら世代がそれを実践し成功することで、うん、僕らの次のジェネレーション、次の次のジェネレーションの人たちが、うん、こういうことができるためのベースを、うんうんうん、基礎を作ってあげたいんだ、うんうんうん、まさに届いたってことだね。そうだね、うん、いろんな人の背中を後押ししてするきっかけになれるんだったら、うん、本当にやってきてよかったなって思えるもんね、うんうん、なのでぜひね、みんなも、うん、まあ、いろんなライフスタイルがあるけども、こんな形 の、 あのライフスタイルをやってみたいと思われましたら、まずやっちゃいましょう、挑戦しましょう、後から考えればいい。そうだね、うん、後からでいい、後からでいい、うん、もちろん課題もたくさんあるからね、そう俺たちね、いや失敗はねあるんだよ絶対、うんうん、でもそんな大した失敗じゃないから、そうだね、だって生きてるし死ななければ何度でもできるからさ、そうそうそう、本当にねやらないでごちゃごちゃ言ってるのだけが一番意味がない。とにかくやりたいと思ったことは挑戦してみましょうよ、うん、特にこれからこの先、うん、そういうのがさらに必要になってくる時代が来るんじゃないかなと感じてます、うんうん、というわけで長くなりましたけども、はい、まずはこの3ヶ月間、湯沢町で暮らした中でいろいろ協力してもらったり助けてくれた皆様に改めてありがとうございました。ありがとうございました。そして必ず、今度の冬も戻るつもりで準備していきますので、うん、またねお会いできることをすごく楽しみにしてます、はい、そして、同じようにこんなライフスタイルやってみたいなっていう人たちいたら、まあ、コメントなんとかにね書き込んでくれたら、うん、僕らが出せる情報はいくらでもお話ししたいなと。ブログもね彼女が作ってますので、はい、そういうところで参考にしていただきながら、こういうライフスタイルをどんどん広めていきたいなと思ってますので、うん、これからもいろいろと新しいことを挑戦していこうと思います、はい、ぜひ、天然パーマファミリーの応援もよろしくお願いします。お願いします。というわけで、この湯沢生活3ヶ月振り返り動画でしたけども、今日はこの辺でおしまいにしましょう。はい、ではまた、バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。